はい、こんにちは、ショーです。ショー TV の時間でございます。1月の今日が13日ですね。今ですね、12時なんですね。で、今日邪魔しましたのが、あの松坂牛で有名な三重県は松坂市にございます MGM 松坂店さん、12時スタートなんですよ。開店3時間押しっていうところでね、で3連休最終日なんで、今日あたりどうなのかなと思ったら、やっぱお客さん結構な数いらっしゃるようでして、僕ね、来たことがあるようなないような、ちょっと記憶が若干曖昧なんですけども、いずれにしてももしお邪魔してたことがあったとしてもね、かなり間空いてると思うんで、ちょっとね、状況の方いまいち最近の状況のっていうところではつかめてないんですけども、まあ早速30杯今1台プレミアムハーフキープしたんですけども、な、どうだろうな、7割、まあもう、ま、回ってない、一切回ってない台ってない状況で、今埋まってるのがね、おそらく6割か7割ぐらいっていう感じです。で、開店3時間なんで、でましては今日休日じゃないですかと、朝からうちに来てる方が多分結構多いというところで、まあこの時間ってまあ一番開かないですよね、そのいい台は、反応のいい台は。なんで、じゃあこういう時間に空いてる台どんなのっていうと、ちょっと回って回して当たらなかった台、もしくはちょっと回して当たったけど飲まれちゃった台、もうこの2択ぐらいなもんなんで、まあ、っていう中からまあちょっと1台選んだんですけど、昨日一昨日の回数なんか見ても非常にいい回数上がってましたんで、30杯花々にいい台があるのはまあ間違いないんじゃないかというような所見でございます。で、今年令和2年になってから30敗というか、花々が今5連勝中なんですね。もう土つかずの負けなしの毎日を過ごしている状況でございますので、なんとかね、この流れにね、ストップをかけないようにですね、今日も頑張りたいと。いつか負けるんですよ。で、負け続けることもなければ勝ち続けることもありませんので、まあ、そんなことはもう100も承知なんですけど、ただ非常に今日というか今年、今日に至るまでですね、非常にいい中できてますんで、なんとかこのまま、ね、勝ちを重ねていければという感じでございます。目標2000枚と勝ち続けてるんですけど、大きい差は、まあ、出せてないんですよね。だからそろそろ大きいのも混じってきていい頃合いなんじゃなかろうかという感じですんで、そうだな、まあ、2000枚ぐらい、現実的なところで2000枚ぐらいちょっと一つ目標に据えながらですね、順繰りやってこようと思います。実践行ってまいります。はい、それじゃあ、まあ、プレミアムハラハラ打っていこうと思うんですけど、まあこんな感じです。343ゲームで1-2ね、合算114ってなってるけど、まあピック引けなくて、おそらく球が飲まれたところでやめちゃったんだろうね。よいしょ、3000円。あー、馬脚臭い。青、まあいいでしょう。今年ね、何がいいってね、ビッグがいいんですよ。去年なんか化け先行の台を追っかけてすげえ苦戦した1年だったけど、今年ね、やたらビッグが先行するんだよね。だからもうやめる理由がないから、あ、この台化け先行してるからまだ可能性あるんじゃないかっていう理由で打ち始めること自体が少ない。この道一筋、ね、22年ちょっともしかしたら俺は階段を一段登ったんじゃないかっていうねぐらいの今手応えは感じてますよ。大体がさ、一つのこと20年もやってれば上手くなるよね、ちょっとは。でしょ。でもまあ冷静に考えると、でも本当パチンコパチスロというものをね、打ってこなかったら何やってたんだろうな。学生時代はひたすらバレーボールをやってたんですよ。中学から大学卒業するまで。ただバレーボールで飯が食えるほど達者じゃなかったんで、
そこそこ頑張ってた。おーバーが並んでる。そこそこ頑張ってたんですよ。それこそ高校の頃なんか国体のね一時候補入ったりとか、そこそこ頑張ってたんですけど、まあ上には上がいますんでね。大学行った時に気づいたかな、あこっちじゃなかったなっつってね高校ぐらいまでは勘違いしてた。まあまあいい線行くんじゃねえかなみたいな。ただまああると気づくわけだよね、こっちじゃねえと。でただまあひたすらバレーボールをやり続けてきちゃったんで、じゃあバレーボールじゃない方向でもう社会人になるしね、飯を食っていかなきゃいけないとなった時に、まあ何もないわけだよ。なんでまあいわゆる就職活動らしい就職活動僕しなかったんですけど、まあ適当なとこに入って、まあ、案の定すぐ辞めるわけだな。でまあ興味があったというか好きだったパチンコバスルの方に気持ちが本格的に向いていくことになるんだけど、早番。ただそこでだからそれこそ大学生の頃とかにパチンコバスルとかをやってなかったら今何やってたんだろうな、想像もつかないよ。硬い職業とかについてた可能性はあるけどね。バレーボールが好きだったんでバレーボール教えたいなとかやっぱ思ってたもんね。そっちに行ってたのかな、学校の先生とかね。ただね、そう学校の先生になろうかな、なりたいなと思って諦めた一個の理由としては、あ当たった、もう止まんないもんね。でこれビッグだろ、ほらバケバケビッグやりました。今日もいいぞそうそう、僕らがね就職活動してた頃、就職活動俺してないんだけど、要は就職と向き合ってる頃、大学だから3年生4年生の頃ですよね。の頃って公立のね先生のもう求人倍率がえげつないことになってて、俺の記憶は確かならね、もうまあ俺その埼玉県の方の求人とか見てた記憶があるんだけど、もうね中学高校のいわゆる正職員、非常勤とかはまあなるほど、まあアルバイトみたいなもんだからまあ慣れたんだろうけど、おいいよ早速追加2回、もうね本当狭きもどころ騒ぎじゃない、もう一桁とか採用人数が教科によっては、いやもう無理じゃんそんなのだからもう選択肢に入ってこなかったんだよね。まあ私立の先生とかあったらあったのかもしれないけど、それこそ高校の先輩がね非常勤講師を何年粘ったんだっけな、 4,5 年粘って、でもそれでも全然結局無理で、てかスイカ3回したぞこれ、そうそうそう 4,5 年粘った末に結局無理で採用試験受からずで、でまあ結局その郵政が民営化されるタイミングだったのかなの頃で、そっち行っちゃったんだけど泣く泣くね。そういうのを見てたからね、あこれはいかんなという感じでこっちの道ももうだから目指す前に諦めてんだよね。だからって考えるとねえ、そのパチンコパチスローってこうなんていうのかな、人に勧めるもんじゃないと思うのね。パチンコパチスローやってたから
立つ手もありますよみたいな、まあ、もちろんこの業界を志す人だったらまあそれはねいいけど、そうでもなかったら断じて人に勧めるもんではないと思うんで、あくまでもね自発的に覚えた人たちがなんていうのかな、そのパチンコパチスロに対する価値観を共有し合うみたいな感じのもんだと思うんで、まあ言ったらねもう趣味の世界のことなんで、いややったことないんだったら絶対パチンコパチスロをやった方がいいよなんていう類のもんじゃないですよ。お金もかかるしね、まあ、勝てはいいけど負けたら減るわけだから、うん、個人的にだからやったことない人にパチンコパチスロ勧めたことなんか俺ないんじゃないかな。だからまあ面白いもんで、奥さんはパチンコパチスロ一切やんないんですけど一緒に行ったことないんですよ、うん、あ一回やったか、そうやったことないっていうから試しにやってみるという感じのテンションで、でまあそこで特にハマった様子もなかったから、まあ以来誘ったことすらないんだけどね、やってない人に今から花々どうですかとか言うつもりはないんだけどさ、ただ個人的にはもう誰に勧められて始めば、まあ、親父の影響大きいのかな、初っ端の初っ端で言ったら、ね、親父に連れられて、だからまあなんだろうな、だからそれこそやはりほらゲームセンターに行ったりとかさ、ボーリングに行ったりとかさみたいな感じのごくごく当たり前の遊びとして親父に連れられてパチンコ屋に行ってましたよね。小学校にすら上がってなかったんじゃないかな。そう、親父と犬と一緒にうちしたもんね。いや、あの頃のパチンコ屋はまあ今からじゃもう想像もできないぐらい自由度が高かった。もうなんかもうルールらしいルールなかったもんね。何でもあり、何でもありってまあそれはまあね、お店のルールには最低限従わなきゃいけないんだけど、今みたいにその勝ちとしたそのいわゆる条例というかさ、あったのかもしれないけど誰も知らなかったよね、うん、いやその業界としては今がやっぱりいいと思うんですよ、あるべき姿だと思うんだけど本来ね。それこそパンチパワーの店員がさ島の端っこでタバコ吸いながら鍵ジャラジャラしてるみたいなさ、ああいうのってまあ今の時代だったらもうねえ想像もできないと思うんだけど、だから要はねお客さんよりお店の店員さんの方が格が上だったんだよね。だってドル箱とか自分で運んでたもん、台車みたいなのに乗っけて、そういう時代ですよ。俺この話どっかでしたことあるかな、俺だからそれこそ大昔ねよく行ってた店がまあ弾流したら、そらジェットカウンターはまあ当時からありましたから弾流すわけだよ。でそれでまあレシートが出てきて、レシートではこの穴が開いたね、なんつったらいいんだろうな、まあまあ長いレシートが出てくるんですよ、その弾数がそこに記録されてるね、記録紙みたいのが。でそれカウンター持ってきた案の定まあ景品に交換してくれるんですけど、ある時ねその僕がよく行ってた店のジェットカウンターがぶっ壊れちゃったの、ぶっ壊れてたので、まあ今だったらもう営業できないと思うんだけど、当時まあジェットカウンターでは弾流せないのに営業してるわけですよ。でじゃあどうしたのかっつったら、あの景品カウンターにこう量りが置いてあって、体重計でっかい体重計みたいな、そこに玉を例えばドル箱を置いて1箱ずつ、なんとなんと景品がね玉数じゃなくて
グラム換算でやってたっていうね。すごいことするなと 今思うとすごいことするなと思うよね。玉じゃなくてグラム。まあそれなりの誤差は出たと思いますよ、うん、ほらちょっと昔話したら200超えてるよ。でもさ、こんなこと言っちゃなんだけどさ、やっぱショット前に比べてこのパチンコパチスロライター、パチンコパチスロタレント、パチンコパチスロ YouTuber、 まあこう、まあ、似たようなことやってるんだけど、まあ呼び方ね、いろんな呼び方というかいろんなタイプの人たちが出てきてね、今たくさんその職種の人たちがもう合わせると何人のか分かんないぐらいまあいると思うんだけど、ただ一個思うのはやっぱある、うん、時期に比べてというかある時期をやっぱ境に新しく始めた人たちの中からギュンってその売れる人っていうの、売れた人っていうのが出てこなくなったよね。もうなんか毎年何人かね、その急に売れる人が出てきたりとかしてたもんだけどっていう人をやっぱ近年見なくなってきたかな、減ってきたかな。はい、飲まれました追加投資。いや、いるにはいるんですよ。人気者は出てくるんですけど、まあ志す人が減ったのか、それともただね、表に出る機会がないからっていうことなのかわかんないけど、まあ何でもそうだけど、この黎明期から始めてるとやっぱその実際成熟期に入りかけたぐらいのタイミングから名前って何でもパーンって表に出るんですよ。雑誌もそうだったし、スカパーもそうだったし、まあ、この際 YouTube もそうだし、ただそれがやっぱ成熟期に突入して安定期とかに入っちゃうと、もう言ったら上の方が固まってるから下が出てきづらくなるっていうね。まあこれ、まあパチンコパチスロ業界に限らず芸能界とかそういうところも、まあ他の業種も、あ、おしおし追加1000円、あ、1000円だね、うん、全部で4000円、ちょっと似たようなこと言えると思うんだけど、だから例えばよ、例えばですけど、じゃあ YouTube で言うと、だからじゃあそうだな、じゃあ分かりやすいところで、じゃあヒカキンさん、ヒカキンさんが例えばゼロベースからね、また同じことをゼロからやって YouTube で今のヒカキンさんの位置にまでじゃあ果たしていけるのかって言われたら、俺可能性としては限りなくゼロに近いんじゃないかと思うのよ。あ、やっぱ始めたタイミングが大事だったっていうかね、もうそこが一番の肝だったんじゃないかなと思うけど、やっぱ走りの頃からやってて YouTube っていうものをやっぱ見始めた、みんなが見始めた頃にからやっぱそのねえやってたっていうのがかなり大きいんじゃないかと思うんだよね。で、まあこの際 YouTube もさ、年々再々やっぱその新しい人たちは出てきてるんだけど、やっぱある時に比べるとやっぱ減ってますよね。で今とかだとタレントさんとか芸人さんとかがむしろ上から降りてくるような流れで
すごい何万人何十万人とかみたいなチャンネル登録者数とかを、ね、短い期間で、ね、獲得できたりっていうケースはまあまあまあ見ますけど、まあ、本当そのぐらいなのかなと思いますよね。だからまあという意味ではやっぱり YouTube も成熟期に入ってきてるということなんだろうけど、でその YouTube そのものもそうだし、この YouTube ってそのチャンネルというかやってる人それぞれによってやっぱその、ね、分野が分かれるじゃないですか。でやっぱその各分野ごとも分野ごとに見てもやっぱ成熟してきてるから、なんか始めても誰かやってるで先にやられちゃってるから、もうね、もうファンがそっちにもう振り切れちゃって、なかなか新しい人たちのところにはまでね目が届かないというか、まあでも本当どの業種も同じだなと思いますね。だからこれから本当パチンコパチスロー業界でそういう出る方の仕事を志そうとかって思う人なんかは、だから簡単じゃないと思いますよ、うん、まあ、本当に、ね、実力のある人は、ね、どのタイミングで始めようが行くとこまで行けちゃうんだろうけど、いるからね天才っていうのはね、どの業界にもね、そういう人たちはまあ置いといて、まあ、そうでない、まあ、変な話だから俺程度みたい、俺みたいなね、いわゆるまあ凡人ですよ、うん、とかがじゃあ何か一つことをなそうと思ったらやっぱタイミングは大事だなと。あのパチンコパチスローライタータレント YouTuber、 まあ圧倒的に男性の方が多いじゃないけど、初めて短期間でそのある一定のところまで行こうと思ったら、これねスタートラインに関して言うとね、やっぱ女性の方が有利です、ぶっちゃけ。なんでかっていうと、言うてもパチンコパチスロの参加人口のをで男女比でね見た時にね、やっぱそれは男性の方が圧倒的に多いわけですよ。ってことは、それはやっぱ女性の方に傾倒していくのは、目線がね、そりゃそうでしょって話でしょ。だってよ、まあ、見る側って言えばその番組とかに出てそのじゃあ視聴する側っていう、ただそれだけじゃなくて、じゃあ例えば自分が店の店長でした、ね、じゃあ同じ駆け出しの A 君と B ちゃんがいます、D子さんがいます、同じラインにいたら女の子ましてやその見た目が可愛かったりとかしたら女の子使わないですかあのね、ぶっちゃけ、まあ、使わないですかって、まあ、実際そうなんですよこれが、うん、っていう意味で、もちろんね、おうリチメン、もちろんね そういう、うん、物差しで測らない店長とかお偉いさんもいますよ、うん、けど本当その対極的にね、なんか大きなその流れというか僕が見てきた傾向で言うなら、女性が有利、もっと言うと可愛い女の子が有利。だから実際ね、なんかその演者の女の子とで最終的に結婚まで行っちゃう編集者、ディレクター、うん、営業マンとかやっぱいるもんねいや要はそういうことなんですよ。425ゲームビッグのあと74レギュラー3の5、3の5で131分の1、ね、脈ありっぽいけどね、今年
ビッグがねだいぶ上振れでここまで来てるからもう下振れしちゃってもうこれどうしようもねえなという気がねぼちぼち来そうな気もするんだけど、よかった、まあまあでしょこれ。何ゲームだ、87ゲーム。まあ、何が起こるか分かりませんが今んとこ今日も大丈夫そう。よいしょ、追加1000円。あー滑った。おう、まあいいでしょう。全部で5000円、396ゲーム目の出来事。決まるところビッグが連チャンしないから出玉がおぼつかないと、単純な理由だよ。5000円でしょ、今日もこのぐらいで収まってくんないかな。今日はちょっと我慢の花々かな。あーとうとうとう100ちょい手前、ビッグお願い。よしよしよし、なんぼだ、97。まあいいでしょう、ダスさん146分の1、ビッグが269まで来たね。いや見立てが良かったんじゃないか今日。これ設定はガーゼンありそう。よし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 、ほら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 、ちょっとだいぶ理想的な感じになってきたよ。早いビッグ2個いただけました。42ゲーム今が出玉のピークで714枚。おう来た来た、45ゲーム、ビッグなら箱。おまあこれが最終的にどうなるか分かんないけどね。あら今日もね今のところもう地に足ついたいい実戦が本当できてるよね、ありがたい。938枚。いいね、ルーフ35。いやなんか仕上がり方がちょっとだいぶいい感じなんじゃないかこれ。1037枚か。うふふふ、あれこれむしろ来ちゃったかなこれ。だいぶ来たろこれね、合算116分の1になっちゃった。9の6か。いやちょっと盤石に近くなってきたんじゃないかこれ。だからやっぱ現状維持でね、だって長時間ってまあ言うほどそんな長い時間でもないけど、出たり入ったりしながらやっぱへこまずにねやっぱ続行できたっていうそこだよね。全然この感じだったら2000倍なんか楽勝でなんじゃないかっていう展開なんだけどさ、これがねやっぱ勢いでいかないんだよ、ね、6連もすりゃ多少はまんのは分かるけど
妥当なラインでお願い。276かな。281か。赤2回目なんだよな。ただ感触も来てるし、6とかある？いや可能性はあるんだけど、300手前まで引っ張られたけど早いのが来ない。今94からの今150。スランプ的にはちょっと今日最大級のやつが来ちゃってるね。滑ったなあ。バウンドした。いやここで下げ止まってくれるんだったらまあ全然いいよ。184よくないけど、さあ上がってこい。おう来た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 。クレジット、よし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 。これでどうだ、ピークに戻るぐらいかな。ピーク超えちゃう。左隣が16の13で160、ピーク290のレギュラー357、右がすごい7の14合算156、ビッグが469のレギュラーが234、ね、ビッグ引けなくてしんどそうだけど、だからまあ両隣とも、ね、悪くないですよね全然。ていうかこれピック超えたな。あ上がってる上がってる、よし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 。あ1500前にギリ足んないぐらいのところまで行くわ。これで1471枚だからもう約1500枚だもんね。よしよし、バウンド、あー赤、あーグッセルだな。291馬券さっきと似てるね。なんかこれで即連ビッグだったらまあまあって感じだな。すげえ、トップランナーはもうビッグ27回、ね、えすごいよね。まだ4時半なんだけど、まあ東海圏岐阜も愛知も三重も、まあ、9時オープンなんで、まあ、営業時間一緒なんですけど、まあ、大体ね高架道店の花々の島とかでも過去の最高ビッグ回数ってまあ見れるじゃないですか。やっぱね40回台後半とかがまあよくあるパターンかな。よくあるパターン、よく見かけられた性格星。この台で46回、右の台で48回、左も48回、まあ大体そんなもんだよね。でたまにぶっ壊れた台が60回とかあるけど、もうそういうの出だしたらもうただまで満杯とか出ちゃうやつ。例えば6をちょろちょろ使ってますとか程度じゃね、そうそう50回オーバーってつくのでつかないよ。あー138、黄色やっぱ暖色寄りなんだよな。暖色寄りの6どうですか。あだボーナスこれで11の9だから20回引いて合算132でしょ。でビッグ240、レギュラー293、あー4にしちゃちょっとできすぎな気がするんだよな。
こっからビッグが跳ねねえかな。あと1時間もう勝ちは勝ち。下皿が枯れる寸前です。あーずるきたな。あー危ない危ない。手前のピークが1477枚なんで、まずだからそこ超えられるかどうか問題だね。一つの目標がそこ。700ゲームぶりぐらいの一区の後って考えるに、いや一発で終わっちゃいけないんじゃないかな。ここ早いビッグなし。105ゲーム最後ちょっと当たり重いよね。手前3つが291、138、262で今147だから、まあまたちょっと200いきそうな雰囲気だね。これ6っぽい動きをしておきながら最後に馬脚を表したか。まあこの際花の4ならいいけどね。いやでもあの前半からあの今休憩直前までの流れ、あれよ、だからまあ後半でもう一回やりたかったよね。200いかず、いくとない。よし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 。なんぼだ156、200いかず。よかったよかった。でもまあやっぱり4とかを打ってこうやってまあ普通に勝てるならいいよね。何がいいってさ、4ぐらいだったら割とそのまあどこにでもあるじゃあどこにでもあるんですよ。東海の花の強い店で4以上の設定がない状況なんて逆にまあほぼ見たことねえんじゃないかな。まあもちろん日によってはそういう日もあるのかもしれないけど、まあ少なくとも僕が常日頃通ってるお店にそういうとこはないんで、まあなんだったら比較的簡単につかめる。でね、まあ1000枚ぐらい浮くんだったら半日でね、全然言うことないですよね。で昼過ぎにこちらのこのこ来てるわけで、よいしょか、よし、よし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 、お、最後に帰ってくるか。持ち玉1344枚。早めのビッグでピーク越え、780ぐらいのラインで引っかかんねえかな。そしたら1500枚超えてねえ、なんだったらまた最後ラストスパートで2000枚ちらつくんだけどね。ただ最後に出るパターンっていうのがねえ、勝ちパターンとしてこのとこないんだよね。一番気持ちいいやつ。おお、来た来た、よし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 、やりました、山越え、よし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 、来た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 、バイブ付き、やりました。2000枚チャレンジ中です。当たんねえかな。当たれ当たれ、ダメか。ラスト、はい終了。いやまあでも良かったよだいぶね。ビッグ206、レギュラー366、132分の1、まあこんなもんでしょう。はい、実践割りました。やりましたよ。投資250枚、
で1738枚流しました。でどうやらこれでかなり東海キャラバンの収支的にはいいとこまで行ったとのことです。今ちょっと個人的に詳しい枚数把握してないんですけど、まあ年明けから2、3、今日で4回目かな。一応まあ東海キャラバン的には4連勝、東海キャラバン以外でも負けなしという感じで30敗、非常にいい流れが来てますね。今日もだから結局最終ねビッグが6を突き抜けるような感じで、いやね、やっぱりね続けてみるもんですよ。去年だから引けなかった足らなかった分がここに来て跳ね返ってきてる感じがします。はい、実際の設定に関して言うとちょっとねまだ最後の最後で一山掘って合算もだいぶ上がって、うん、どうなのかなって感じですけど、まあ、地に足ついて予想するなら4、場合によっては6っていう感じですかね。まあ、ビッグ中のスイカとレギュラーが後半だいぶ落ちたんで、まあ、ちょっと6を予想するには心もとないかなと。でレギュラーランプがねかなり暖色に振り切れたんで、ちょっとまあ6を予想するには足らない部分があったんですけども、あでも可能性あったと思いますよ。はい、で出玉的にも十分ですし、まあ、非常に良かったんじゃないかという感じでございます。まあ、周りのねギューンっていうもうこのままいくと最終的に本当5000枚オーバーどころか7000枚8000枚まで届きそうな台がちらほらありましたんで、やっぱそういう台に比べればまあ結果的にはですね投稿呼ばないんですけども、まあ、おかげさまでね今年一番の実戦なんじゃないかな、花々的には、うん、出来も良かったです。はい、ということなんでね、これでようやくまたスタートラインに戻ってですね改めて仕切り直せる体制になりましたんで、いやちょっとね場合によっちゃ本当どうなの、その1万枚マイナスとか2万枚マイナスとかみたいなことになったらもうその企画の根底が揺らぎますんで、やっぱ花々とジャグラーやっぱね勝たないと本当ダメだと思うんですよそこは。なんでまあ今なんとかいいとこまで戻ってきましたんで、この調子で続けていければなという感じです。まあ、MGM 松坂店さん今日初めてというか来たことあったのかもしれないんですけど、過去に多分あったな、ちょっとまあ間が空いてるんでいつだったか覚えてないんですけど、ただ非常にですねあの花々コーナー充実してました。だからプレミアム花々とニューキングとグレーキンと、まあ今日プレミアム花々べったりやったんですけど、ニューキングとかグレーキンも遜色ない稼働と出玉状況でして、でこんな感じだったら本当朝から来て見たかったなというようなところもありつつで、また機会があればぜひお願いしたいという感じでございました。まあ、何はともあれですね今年一番の実戦になりましたんで、今日という今日はもう帰って浴びるほど酒を飲んでやろうかと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。